しく待ってたわけですよ、僕たち。もうすげえちょっとな、今格好つけてお前入ろうとしたら、こうやって歩けたわ。めちゃ引きのドア押してたから。でも拍手でね、そうですね、無事かき消された。ちょっとね、静岡に初めて来て演奏した場所がここですよね。確か。違う。まあ、そんなことどうでもいいわ。いつもここでイベントをやってまして、ミュージックビュッフェ。そう。ですね、音楽聴きながら飯を食うと。そうそう。っていうイベントにいつも呼んでいただいて、そこの会、その会場がここなんです。ここだったんですよ、で、それの次の日にまあ、2マンないし3マンも沼津の方でそうやるというのが割と鉄板のスケジュールで、テイクアイビーっていうマイクで喋ってもらっていいですか。いや、じゃあ逆マイクなしで喋るよ。もうこのサイズじゃないか、別に。いや、ちょっと聞こえにくいわ。だから貼るんですよ。いや、貼らんでるし、もうこんなんあるし。いやいや、お前貼ってくれるわ。俺よりも3、4倍でかい体ですから。いいですか、声っていうのは体の反響で音を出していくんですよ。ちょっとマイクちょっと外してみ。あ、ほら、そんなないもんね、よう反響したら。そんな声多くないですか。そんな声起きないって、お前のくしゃみは鼓膜を破れるかも。ダッショイ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 、つかまねえな。大きい声出してね、言ったらいいんですよ。せっかくのままバンドメンバーを呼びましょう。お願いします。入らんもんな、それじゃ入ってこもバックバーンド、カモン。ドラム大塚敦、ベース内田大輔、キーボード左右、パーカッション山本純也、ギター一歩に、コーラス千谷、ちょっとね、いつも静岡は他のね、エデさんもいてっていうイベントばっかりだったじゃん。そうですね。いつもそのイベントのお世話をしてくださった方が中野のお母ちゃんと。そうです、中野最後です、キリチ。あ、ね、手を振っております、ね、まあ、なんていうかこのね、このフルバンドをね、どうしても僕が見てほしかったんですよ。なんか、中野夫妻。ああ、そうですね。中野夫妻紹介してからそれ言うたら中野夫妻に見したいみたいな感じで、まあ、中野夫妻の中野夫妻でもそうですけどね。そう、ずっと二人でばっかり来てたので、はい、まあね。そっか、ずっと二人で来てたんですね。そうそうそう。ちょっとまたね、来年頃かなになるかと思いますけど、ちょっとね、またメンツ連れて行きたいですよね。シンガーソングライターですから、ここはちなみも、ヒップリーもね、千田さんも、千田さんは違うバンマス言うてるちなみもヒップリーも、はい、大阪の天才 の筆頭なので。あら、僕そうなんです、そうなんですよね。意外と僕ら、意外と僕ら、もうちょっと喋ってもいいよ。ちなきゃお前めっちゃ喋るやんか。ライブあんな散らかすのになんで散らかさんやん。当たり前じゃないですか。みんな誰を見に来てると思ってるんですか。おお、来たね。リングタイムプレゼンじゃないですか。これじゃない。ちなぎなんですよ。ちなぎは今日こう他のミュージシャンをサポートするのは初めてですからね。あ、そっか。そうなんですよ、初めてこれされます、はい、どうでした。緊張した自分のライブより緊張しますね、やっぱりね。本当、うん、人のライブもな、とんでもないことにはできるもんな。そうですね。わかるわかる。おとなしく、ここに
座る椅子ね用意してくれてて、で歌う時座ってって言われたんですけど、その座ってる時も誰かに見られてるんじゃないかって、いつもより姿勢ピーンってしましたもんね。そう、俺もさっき座ってた猫みたいな感じだったと思う。横目でこんなに見たらもうピッシッねえ、そんなん見たことないやつだけどね、そう、女行きまいふわーみたいな、もうまた開いて、さてた膝立ててますからね。それでね、なんかお知らせとかないですか。お知らせ、お知らせ、あ、一緒にやるライブがあるかな。いつ、東京 で、ね、東京で、いつやったっけあれ。12月の20なんですけど、12月の20日、12月の20ですね。場所はあのね、ビッグマウスっていう下田さんの歌会、そう、広田歌くんって静岡にもよく来ている、そうそう、来てる来てる、ね、広田歌くんと中野夫妻は歌くんをよう呼んでる、歌くんのお世話係でもありますから、そうそう、大変なんですね、めっちゃ大変な、そうそう、キリンも歌くんも、あの、そうなんです。で、下田さん3人で、あ、スリーと千投げと広田歌くんがちょっとアマゾンプライムにハマりすぎて全然ライブせえへんから、ちょっとアマゾンプライム見てやんとライブせえよって言われて始まったライブがアマゾンプライムっていうライブなんです。怒られそうやけどな、まだ怒られてない、まあ、それ怒られた時は売れてる時やなっていう話。確かにね。そっか、まあ、やっぱキングの仲間みたいな感じです。クズが多いというか。何、僕クズじゃん。お前クズよ。え、あ、でもまあ、まあでも俺先輩の中で、一番でも先輩の中でライブ当日忘れた人はこの人ぐらいですからね。ほんまよ、ほんま、ちょっと、いや、東から遊びに行きますわ言うて行ったら、行ったらな、二人でヒップリもから行くわっつったら、あ、すいません、実は今日ライブやったっすよ。いや、6時夕方ね。いや、もう終わってるんですよ。東京の下北の付近に住んでるんですけど、そのライブが横浜やったんですよ。やっぱ、ってなんだな。間に合ったの？もうギリギリ間に合いましたね。危ない、とこやもんね。でも、珍しいで。珍しいよ。珍しい、珍しい。普通なんで。普通の人やらんから。そうですね。でもね、センスだけもうほんまピカイチなんですよ。超一センスだけじゃん。センスだけはちょっとあれなんですけど。パーマ当センスと、彼女だけはもう。髪の毛にパーマ当たってるから。ピカイチ、ピカイチです。ちょっとまた、二人とも、YouTube なんぞ載っててますんで、またゆっくり聞いてみてください。他、久田さんは何かお知らせないですか？ないんですか。なんかね、寂しいですね。寂しいです。千田さんは千田さんなし、特にないですか。おにぎりくんは、おにぎりくんあるでしょ、その入れた時からすると。おにぎりない。純也くんはあ、ないのかな、あるみたいな感じ。こちらからは以上です。ないので最後終わりたいと思います。いつもいつもありがとうございます。大阪でね、すごくいいイベントがあったんです。めちゃくちゃかっこいいやつらがガッと集まってサーキットでやるんです。各会場で5会場ぐらいの、もうみっちりやるのあるんですけどね、出会えない人が多いんです。でも出会える人らも多いんです。タイミングよくね、めっちゃかっこいいやつおったね。ちょ、まあ、そのサーキットはもう全員クソかっこよかったけど、ほんまにかっこよかった。なんかね、すごく嬉しくて、その一員になれるのもそうやし、自分が歌ってる別のとこで誰かが実際歌ってて、そいつがめっちゃかっこよかったですよね。だから例えば自分のとこにね、お客さんが集まらなくてもどこかに行ってるんやったら、それはそれですごく幸せなことだなとか思ったり、でもやっぱ見に来てほしいなとか
で割と来てくれたりとかを選んでね、なんかこう、でもそのライブはその日終わったらもう全部変えちゃうのに当たり前で、すごくその瞬間瞬間がすごく大切やなと思ったのは久しぶりでした。なんかいつもねそういう風に毎日生きているように忘れたくないものはこの歌にやっぱ込めて最後歌わせてもらいたいと思います。本当にありがとうございました。また戻ってきます。静岡その時はよろしくお願いします。最後ヴィンテージバックっていう歌を、キリングタイムブラザーズでした。Oh.